一緒に空気共有しよう。合ってるかな、合ってるのかな。写真集久しぶりに出すことになりまして、それが無事発売されて嬉しいです。恥ずかしいですなんかちょっともう写真集とかそういうのはないだろうと思ってたんですけど、もう熱烈オファーをいただけたので、じゃあやっていきますかと、はい、コンセプトっていうとあれですけど、はい、作り込んだ写真集とかっていうのも世の中にはたくさんあると思うんですけど、はい、どっちかというとゆるい日常的なといいますか、はい、力の抜けたものを見ていただく皆様との距離感が近い感じのものが良いなと思って作ってきた感じですね。なんでしょうね、これすげえ恥ずかしいですね自分の写真集出すの出してこうやって皆さんにこうやって取材していただくのって写真集、ね、なんだこれすげえ恥ずかしいと思ってはい、あのさっきからすごく戸惑ってます。ささやきというタイトル、まあ、つけられた理由はありますか？はい、まあ、もともとね声優としてずっと活動してきたので声っていうのと、あと距離感ですね。ささやきが聞こえるぐらいの距離感、体温、空気、匂いみたいなものが、写真集に乗っかっていくといいなと思って、ファンに向けてささやきでコメントをいただけないでしょうか、写真集について、はい、写真集どうだった、写真集どうだった失笑やばい、ちょっと言葉のチョイス間違えましたかね。いやーちょっと、あーもう一回言った方がいいですよね。でもね、行ってみます。一緒に空気共有しよう、一緒に空気共有しよう合ってるかな、合ってるのかなじゃあすいません、無理やりいやもうほんと変な汗もむちゃくちゃ出ますねこれ、すげーやばいな、なんでそんな無茶ぶりするんですかありがとうございます